ブリル。ブリル、J、G、ブリルカンパニーは、かつて、アメリカ合衆国に存在した、鉄道車両、バス車両メーカーである。主に路面電車、インターアーバン用車両、台車等を製造し、本社、工場は、ペンシルベニア州フィラデルフィアに置いていた。1868年、馬車鉄道用客車メーカーとして、ジョン・ジョージ・ブリル。 ジョン・ジョージ・ジブリルにより創業。1900年代に鉄道車両メーカー数社を買収して事業規模を拡大し、路面電車車両及びインターアバン用、電車メーカーとしては、米国最大の企業に成長した。1912年には、パリに工場を新設し、米国外へ進出している。設備投資は必要であるが量産に適した、型炭造の技術に優れ、 二軸単台車としては、市場空前のベストセラーとなって、世界中で、デッドコピーが生まれた、21E や、高速電車、一般鉄道用としてその優れた乗り心地ゆえに長く、商用され続けた、27MCB シリーズなど、軸距の変更が容易という型単造品の特性を、生かして、顧客の求めに応じ、様々な寸法、使用の同型台車を、 世界中に大量に供給したことで知られる。また、その一方でトラニオンと呼ばれる、現在のボルスターアンカーに相当する機構や、グラディエートスプリングと称する、耐荷重の増大と乗り心地の向上という、相反する要素の両立を可能とした、二段バネ定数式の枕バネ機構、それにボールハンガーと称する揺れ枕釣りリンクのが付き、防止機構を開発するなど、性能と乗り心地の改善に、 意欲的であったことでも知られている。1926年にアメリカンカーファンドリーに買収されたが、引き続き JG ブリルの名で、鉄道車用、バスの製造を続けた。しかし、1930年代以降は、モータリゼーションの進行により、鉄道車両の需要が減少したため生産数が減少し、各地の工場も順次閉鎖された。同年代半ばには当時米国内各地に、 納入されていた PCC カーに似た流線系の路面電車車両、ブリルライナー、ブリラナーをレイモンドローウィの設計により独自に製造を発売したが PCC カーに比べ受注は振るわず、このブリルライナーをもって1941年に鉄道車両、路面電車車両の製造を終了し1944年に廃業した。廃業後すぐに新会社、 アメリカンカーファンドリーイコールブリル、アメリカンカーファウンドリーカンパニーブリル、アッコフブリルが設立され、バスの製造を続けていたが、1954年にフィラデルフィアの工場が閉鎖され、会社は消滅した。創業から廃業までに製造した車両は、約4万5千両に及ぶ、バスも含む、1900年代初頭から1930年頃に、 かけ、日本へも多くの輸出を行っている。鉄道車両の完成品として、日本に輸出した例は、九州鉄道、ブリル客車、通称、ある列車のみだが、台車は、路面電車単車用の 21E、路面電車ボギー車用の 76E、77E、電気鉄道車両用の 27MCB などを、全国各地の私鉄及び、 公営路面電車事業者に納入している。日本初の営業用電車である、京都電気鉄道の開業時の電車も、ブリル製台車を主に使用していた。日本向けに納入されたブリル製台車の中には2016年、平成28年現在も使用されているものがある。ブリル製台車を使用する主な形式を下に記す。 日本での提携関係にあった日本製功所によるライセンス製品のほか、住友金属工業や日本車両製造など、日本国内のメーカー各社によるブリル製、台車無断コピー品も多数制作され、ことに、路面電車用の 76E、77E は、太平洋戦争後までコピー品の制作が続いた。二軸短大車。写真ブリル車発の二軸。 ボギー台車にして、初のマキシマムトラクション台車。心皿を持たない、ボルスタレス台車の一種である。写真。重ね板バネを線路に平行に配置し、枕張りを支える、釣り合いバネとした心皿付けの軸バネ式二軸、ボギー台車。中高生代車枠を備え、日本には、阪神電気鉄道向け 27G-1 のみ、輸入された。 心皿を持つ通常構造の軸バネ式二軸、ボギー台車。27GE の改良モデルで、台車枠を単造に変更した。27GE の上位機種として、高速電車用に設計された二軸ボギー台車。27G、27GE 系の釣り合いバネを廃し、台車枠から線路に平行に廃された針を吊り下げ、この上に枕バネを乗せてした揺れ枕を支える構造となった。 マスターカー、ビルダーズアソシエーションの基準に準拠して設計された高速電車用釣り合い量式台車。型番の MCB はこれを示し、サフィックスの数字は、あら規格での臨時寸法の代償を表し、数字が大きいほど大荷重対応となる。また、末尾に付された X は、同じ数字のモデルでも、通常規格のものより大荷重対応の臨区を装着していることを示す。 なお、日本では輸入あるいはライセンス生産された1.2に、X4X の各モデルが使用された。27GE のマキシマムトラクション台車版、低床車用二軸ボギー台車。77E と、姉妹機種で、主電動機総開地の相違で、型番が区分された。76E は、主電動機を二つの車軸の外側に操化する構造で、 短軸許が求められる路線向けに供給された。写真。76E の姉妹機種にあたる低床車用に軸、ボギー台車。主電動機を2つの車輪の間に走過する構造となっており、大型の路面電車や一部の高速電車に採用された。低床車用に軸短台車。空気制動が容易に設置できる構造になっていた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。